よいしょ。じゃん。はい、どうも、すらちです。今回の動画なんですけど、タイトルやサムネにあります通り、静岡で、開催されました、ジャパンレプタイルズショー2022夏レプの方に、行ってまいりました。はい、ということでね、今回、そのイベントで、購入したものや生態を紹介したいなと思います。でね、まあ、タイトルにもある通り、念願のあの生態を購入しましたので、ぜひぜひ最後まで見ていってください。それでは見ていきましょう。どうぞ。はい、ということでね、早速紹介していきたいんですけど、まずね、今回ね1日目に参加してきました。でね、今帰ってきて、まあ、夜の11時なんですけど、まあ、朝の4時から準備して出発して11時、まあ、約19時間の旅をしてきました。めちゃくちゃ疲れました。その分ね、めちゃくちゃ楽しかったです。ではね、早速購入してきたものを紹介していきたいなと思います。で、まあ、数的にはそんなに購入してません。まず1つ目、はい、まず1つ目はこちら、じゃじゃん。はい、こちらはね、僕の大好きな、シェルターさんというところのね、シェルターです。めちゃくちゃ可愛いです。僕ね、これが大好きで、結構愛用してるんですけど、今回ね、オレンジのボーダーのタイプを購入しました。で、それと、はい、こちら、じゃじゃん。同じくね、シェルターさんのシェルターで、これなんだろう、薄い紫のボーダーです。グレーかな、グレーか薄い紫のとても可愛いシェルターを購入しました。いや、めっちゃいいですよね。と、じゃじゃん、こちらもシェルターさんのシェルターですね。これはなんか新作なのかな、2色のボーダーになってますね。めちゃくちゃ可愛いです。はい、こちらを購入しました。はい、じゃじゃーん、このね3つのシェルターを購入しました。で、購入した用品は以上になります。ではね、続きまして生態の方を紹介していきたいなと思います。ちょっとね、19時間の長旅で疲れが出てるんですけども、その疲れを吹き飛ばしてくれるような素晴らしい念願の生態をお迎えしましたので紹介します。それが、さあ皆さん、何だと思いますか？ボールパイソン、西アフリカトカゲモドキ、ヒョウモントカゲモドキ、クレステッドゲッコーではありません。今回ジャパンレプタイルズショー2022夏レプでお迎えした生態はこの子です。はい、全然わからないね。見えますか？全然見えませんね。でもこれでわかる人はわかるんじゃないですかね。ちょっとね、開けてみましょうか。はい、こちらの子です。おお、わかりますかね。いや、めちゃくちゃかっこよくないですか？はい、そうです、この子は僕がずっと欲しかったハルマヘラパイソンです。やばくないですか？めちゃくちゃかっこいいです。この子はね、ちょっと脱皮前なんですけど、
それでもすごく綺麗でかっこいいです。でこの子はね、もちろんワイルドの子で、女の子、確定の子です。いやこの顔かっこよ。ちょっとね、少しだけハンドリングしてみようかなと思います。はい、どうですか？めちゃめちゃかっこよくないですか？そしてね、頭がすごいでかいです。本来ね、結構ハルマヘラパイソンって凶暴な感じなんですけど、まあなんとかハンドリングはできるかなっていう感じですね。ちょっとね、脱皮前で結構気が立ってるんですけど、なんとかハンドリングはできますね。いや、めちゃくちゃ可愛い、かっこいい。顔、いやね、顔がめちゃくちゃでかいんで、これにね噛まれるとかなり厳しそうです。かわいいな、めちゃくちゃかわいい。でね、まあ脱皮前なんで、まあ、脱皮をするとさらに綺麗になると思うんで楽しみですね。じゃじゃん、かわいい。このね、顔がでかくて悪そうな顔してて、いや最高ですよね。綺麗な光沢をしてますね。脱皮をしてどれぐらい綺麗になるのか楽しみですね。はい、ということで、ここにまだいるんですけど、今回ジャパンレプタイルズショーで購入したものは、用品はシェルター3つと、生態はこのハルマヘラパイソンでした。いやね、本当にね、ずっと昔からこのハルマヘラパイソンが欲しかったんですけど、まあ、なかなかね買う機会がなかったというか、まあ買う踏ん切りが、まあ、つかなかったんですけど、念願のハルマヘラパイソン購入できてとても嬉しいです。はい、ということでね、この子もね長旅で疲れてると思うので、今回の動画はこの辺にしたいなと思います。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。じゃーん、激かわ。最後までご覧いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録よろしくお願いします。また他の動画もチェックしていただけると嬉しいです。